はい、ではおはようございます。おはようございます。初のおじさん2人かかこの部屋に完全に2人っきりです。今すごいすごい絵面です。すごい雰囲気だね。初めて目の前に買い袋並んでますのでやりたいと思います、はい、というわけで、はい、本日はお買い物推理企画、誰が買ったのかお買い物チャレンジ、というわけでヤング3人プラスそれぞれの奥様計5人がですね、無印良品で3000円分お買い物をしてきていただいております。なるほどね。これをですね、我々が今から1個ずつ確認して、はいはい、自らの奥様の買い物を当てると。おお、なるほど。これまあちょっと先当てれそうですか。いや、実を言うと、はい、ちょっとだけ自信ありますか。いやね、これ僕もちょっと自信あるんですよ。でもヤング3人とそれぞれの奥様って一回りぐらい年の差があるので、さすがにね、そう買うものは違うかなっていうの、うん、これはいける気がする。なので、まあ、あのなるべくそのいつもする買い物でっていうのでお願いしてるんですよ。なんかこう、この企画に対してこう突拍子なもんとかは入れずに普段買う買い物っていうのでお願いしてますね。なるほど、実用性のあるもの、ね、そうそうそう。なので、まあ、より分かりやすいかなということで、はい、じゃちょっと行きましょうか。はい、じゃ1番から。1番から。ガトーショコラ。ガトーショコラ、そうね、自分で作るのね、これ。え、バターチキン。これね、なんか、あ、いつもなんか一個あったな。ミニラーメン。食べ物ばっかりですよ。これは、ちょっと食に興味のある。キノコとベーコンのポルチーニクリーム。食べ物ばっかりですよ。ポルチーニね、これ美味しそうやな。これなんすか。アロマス、アロマストーン。アロマストーンって何や。何するやつですか。置いとったら匂い出てくるやつ。あ、そうや、自分の周囲を適度に香らせるのに適しています。おしゃれ。こんなのうちゃっても。乳液ですね。乳液って何ですか。なんかあの肌に塗るやつです。これね、塗るやつです。これね、はい、ですこれね、はい、ははちょっとご飯系食べるの好き。この人そうですね。だってこれバターチキン、ポルチーニ、なかなか買わないですよ。これでもミニラーメン4、はい、あとこれ自分で作りますか。ガトーショコラだって、ガトーショコラの完成形が入ってるわけじゃないですよ。粉が入ってるんですか。めんどくさくない。自分でまずオーブンで焼くの。オーブンで焼いて、オーブンで焼く40分で。結構時間かかるじゃないか。え、うちのメンバーにこんなことするメンバーいましたか。どう怒られる。ちょっと待ってよ、いける。いや、僕まずね、これめちゃくちゃ引っかかるんですよ。いや、俺もこれは、こんなんあるのさえ知らん。これ、あー、こんなおしゃれな、初めて知ったけどね。ついてるんや、うちあと、これとこの食べ物が、なんか、つながりがなさすぎて。これとな、そうそう、別人だから。別人やん、もう完全に。一貫性ないね。はい。これでも多分ヤングだと思う。ヤング。ごめんね、もうちょっと俺もヤングやと思う。でしょ。で、ヤング3人の中でってなると、うん、これがね、引っかかるんですよ。これがなかったら、うん、多分この座組だけでいくと、マユリかなって。あ、マジで。俺は、これは、ソラちゃんか。あー、まあまあ、わからんでもないですね。ただ、これが入ることによって、一気に薄れるんですよ。あ、なるほど。僕の中でこんなおしゃれな顔って言ったら、チーなんですよ。あ、いいじゃな、おじいちゃんか、ソラちゃんと。チーかソラなんですよ。うんうん、まあ、マユリの俺もけど。イメージね、イメージですけど。ただでもチーがこんなに食べ物を買うと思えないんですよね。そうやな。これはあのなんかソナちゃんが電話の、まあ、分からんでこれもこれも分かる。誰でもソナ作りますか。そうやな。そうなんですよ。これがね、自分で、あ、誰かに作らせる権利があるね。それはあるよね。最低物質最低あるある。あ、まあ可能性ありますね。あるある。これがでもやっぱりまあヤングやな。うん、いや、これはねソラちゃんのような気がせんでもない。ソラちゃんでもない。あの後で答えもらってますので。あ、なるほど、ね。なんで、まあ、これは一旦これね。はいはい、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 
ああ、今2番です。全然違うんですよ、毛色が。ほら、ハイネックのセーターです。アラエルセーター。はあ、ハイネック。え、泡立てボール第小わかる。大は小かなりこれって大小買うもんなんかな。いやいや、大やったら小多いよ。本当じゃない、これ。やっぱり食べ物出てきますね。ピスタチオ、チョコがけいちご。ああ、甘いな。甘い。以上です。これ難しいな、これな。でもこれだけ見たらどの年齢層でもいける。いけるね。これさ、でもやっぱりこれもヤングっぽくない？だからそのどこ、さっきみたいにああいうなんかおしゃれストーンみたいなのあればね、確実にヤングであろうっていうのがあるんですけど。なぜ大将、これわざとなんですかね。わざとなのか、やっぱりこの大将がいるのか。あ、それだから使うところが違う。違う。フローが。ああ、そういうことね。ってなるとヤングです、ね。ヤングっぽいよね。ねえ。でこれピスタチオ。これちょっともうお互いの嫁さんには失礼だけど、そんなおしゃれなの食べない。これ誰やと思います？マイ。これがマリです。これマリちゃん。か、ソラちゃん。これはちーちゃんではないような気がする。僕これがソラかなと思う。ああ、うん。イメージとして。イメージ。うん、こっちのがソラっぽいな。このハイネックのセーターとか、うん、なんかちょっとソラっぽいな。イメージ、勝手なイメージです。これあのゴロッと今のイメージを覆して実はこれちーちゃんですね。実はこれちーちゃん。あー、なるほどね。実はそういう買い物系ではちょっと、あ、まあありえますよね。チーはね、僕のイメージではおそらく化粧品ここに入れ込んでくるんやろうなっていう予想なんですよ。あ、そうなの。なので今のところ1番も2番もまあ乳液はあれですけど、そのこれぞ化粧品みたいなの入ってないので、だから違うもんかなって勝手に思ってるんですよ。俺はあえてこれはチーちゃん、これがチーちゃんっぽいの分かる？わかる。まあまあまあ、でもちょっとね、わからんでもないです。うん。ちーちゃんっぽいね。相当こだわりあります。うん。大小かな。そうそうそう。なんか、ふわっとしてる感じはするよね。ふわっとしてる。わかるわかる。わかる？うん。これ、ここは違うんです。これはいるんだ。わかりました。じゃあこれ2番です。2番。はい。では3番いきます。はい。すごい重たいです。カーペットクリーナー用替えテープ。なんか一気に現実的なのが出てきましたよ。これはもう完全に家庭用品ですよね、替えテープね。なんなん、なぜなん。ゆずはちみつ。ちょっと待って、なん、これ作らなあげまへんで。あ、また来ましたよ、バターチキン。え、なんなん、これ美味しいの。これなんですか。あ、セロテープのあの、あ、なんていうんですか、台っていうか、台というか USB ケーブル収納。はあ、はあ。で、化粧水です。おい、ちょっと待ってくれ、これさっきも色違いやん。色違いやん。これでもさ、一つ問題、また作るな。なぜ作る。僕は買ってくれたらいいんじゃない。なん、作るの好きなの、このメンバー。ただでも、今までの1番、2番に比べて、すごいこの実用的なものが出てきたんですよ。うん、初の。うん、これね、このまたコロコロの替えのシーンとかですね。そうそうそう、これね、とかそのこのセロテープの台とか、ほんまに欲しい、欲しいね、今いるってやつよね。これこれ気になるな、ゆずはちみつ。これでも今123ときて、あと2個しかないですよ。うん、で、まあ、5分の2は奥様のわけなんですよ、うん、ってことは順当に考えてこの3つのうちに1個は入ってますよね、おそらく。おそらく。ただ入ってる気配がないんですけど。ないんだ。これちょっと待って、大丈夫ですか？これ5番までいって、目星つかないパターンありますよ。全部これやんねん。これやんねん。ずっとヤングやん。でも、これ一番今までの中でヤングっぽくないですね。まだ。まだ。まだね。でもここにな、一つ隠されてる何かがあるとしたら、一人暮らしして、ああ、わっか、あ、確かにね、
そうなんですよ。なんかその一人暮らしやからこそみたいな買い物っぽいんですよね、うん、ってなると、うん、もうバイしかいないんですよ、ね、これもちょっと飲みたいあれこれご飯にちょっと問題はない、まあまあ、なんです作るの確かに一人暮らしっぽいって言われればっぽいですね。ぽいよね。ぽい。だからもうこれ僕今すごい引っかかってるんですよ。うん、これやな、はい、やっぱりこれが一番に、まあ、この辺はまあまああれですけど、これが替えの芯買うって、これ持ってる人やもん。そうですね、もうすでにこれが前だ、まあ、家にあるっていう段階で替えを買うっていう、まあ、生き慣れてないと買わないから。そうそうそう。で、なんか出てきたことあるんですか。そうやね、これなおは絶対にない。これを作るとでも企んでる可能性ないですか。まあ私、まあ、バターチキンもあるわけですから、バターチキンとなんで作ってみようかなってこう企んでる可能性はないですか。あ、ちょっと待って、はい、うち家族多いから4枚分で足りません。あ、なるほど。あ、これはいい推理。うん、2個買わなダメ。これは僕ちょっと前になる気がします。あそこはちょっと合おうかな。うん、うん、どっちかの嫁さんでできる。じゃあ4番いきます。あ、元ができました。これちょっと待って、カーペットの元、食べ物はみんな買うんですね。一串ウェハース、おうおう、折りたた…あ、鏡です。鏡折りたたみ。これちょっと待ってくれ。これは…いかんみたい。ルームソックス。これやばいな。俺ら推理が完全に…麺も。あ、まだ出てきました。ケーブル収納。同じく。やめてよ。これやめて。なんだこれ。この瓶見たらゾッとするの。まだこれ。これやばないですか。これやばいな。ルームソックスって。はやくん。これ先っぽまであんの。お互いの海はどこに行ったの。なあ。あれ？これまだヤングっぽい。いや、もうこれめちゃくちゃヤングっぽいです。これチーかなってちょっと今思ったんですよね。これルームソックス履く時点で俺の勝手なイメージ。そらちゃん。じゃあ誰やろ。空ばっかり、空ばっかり出てくる。適当か。え、ちょっと待って、これ。いや、鏡とか。ただでもね、鏡は、うん、ちょっとうちの奥様っぽいっちゃっぽいんですよ。なるほど。鏡ちょっと、もしかしたらそろそろ新しいの買おうかなみたいな。で、綿棒とかもよく使うんですよ。うん、冷え性？まあ、冷え性は冷え性ですけど。あ、これでも猫の傾向。ああ、まあそうですね。あと、これはね、必ずうちの奥さんも買うはずです。あ、そう。だから僕、今回、この無印企画をやるって言った時に、うん、絶対にこれ入ってるやつやって思ってたんですよ。おうおう。そうなんですよ。ただ、まさかの、やっぱり他も買うんですよ。みんな買うんで。うん、ただもう、これがね、これな。こんな今まで入ったことないんですよ。入ってるの見たことないですよ。いや、ちょっと、これを機に買ってみようかな。お前聞いて買ってみたいな。あとこんなん食べないっすもん。絶対食べへんな。俺も知ってるけど、これはこんなん甘いの食べたの見たことない。いや、ここ先イカとかやったもう決定やな。決定ですよ。一口ウェハース買ったことないし、家にあったことないっすよ。これ甘いもんな、はい、この辺でちょっと、うん、時間なっていう可能性ね。うんうんうん、まあ、このミラーとね、一応5番まで見てみて、うんうんうん、考えますけど、うん、5番一番袋でかいです。で、何それ、何ですか、カバンですか、なんかトートバッグみたいな、カバン、しかも大小です。お何、あの泡立てのと一緒だ。出ました、大小。大小いる？アミタイツ。ルーラミタイツ。ちょっと待って。ちょっと待って。ミルクバーム、メープルバーム。ちょっと待って。イチゴバーム、チーズケーキ。バームすぎたな。バーム。鬼のバーム、
あ、レモン。ちょっと待って、これ多分うちやわ。え、レモンバーも入ってる。いや、これだけで、うん、これ俺が好きやん。あと消しゴムと、消しゴム、ブロックメモ、これうちや。この1号が3つ、これこれね、隠し ちょっと待って、無印でこんなにバーム買います？バームばっかり、しかも味違うのいっぱい。でもね、僕、うん、このね、ブロックメモとか消しゴムで、うん、あ、もしかしてと思ったんですよ、うちよく使う、うん、で、バーム入れた時に僕、このバームクーヘンめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、マジで。ただ、僕が好きなやつはあのバナナバームなんですよ。入ってないよ。そうなんですよ、入ってないんですよ。ってことは、絶対うちじゃないです。え、ちょっと待ってください。じゃあもう、もうこれはもう5番でほぼ確定ですか。はい、もうこれはね、迷うことがもう一切ないんで間違いない。僕ね、ちょっと今2個で迷ってるんですよ、はい、僕、はい、3と4で迷ってる。3と4で、なんでっていうと、はいはい、化粧水ですか。いや、化粧、どっちも化粧水が入ってるんですよ、はいはい、これ、そう、引っかかるのがここなんですよ。ここですか。ただね、うちは絶対ありえないんですよ。なんなんとか、このバターチキンとかは誰が食べんねんっていうね、うちは。これはこれはね、ありえるんですよ。これはありえる。うち、ゆず茶みたいなの好きなんで。あー、なるほど。これはありえるんですね。で、これ、うん、まあ、うち、セロテープのうちのやつがちょっと安物を買って、うん、ちょっと潰れてるんですよ。うん、だからそれで皿を買ったのかなっていうのがちょっと引っかかるので、うん、3番で、4番はこれと、この鏡ですね。鏡ね。ここが引っかかるんですよ。鏡。だから鏡も化粧するのに、もう長年ずっと同じの使ってるんで、うん、そろそろ新しいのって考えるのも全然不思議じゃないですよ、ね。うん、だからもうどっちかですよね。ウェハース買ってるか、ナン買ってるか。どっちかやね。いろいろ買ってもらってるけど、どっちかやね。で、その4番で、このやっぱりこのルームソックス、うん、これを買うかなっていう、うちの社長が。そうやね。このイメージは全くないんです。ちょっとこのサイズ見てみて、サイズ。大丈夫。23から25。多分、あ、この間。そうだよな。みんなそこもやな。で、まあ、化粧必要としても入ってますね。はい、決めました。はい。発表していきましょうか。はい。何番ですか。選んだのは5番です。はい、5番ですね。はい、もうこれはもう確定です、間違いない。僕はうちの社長の買い物は3番ですだと思います。はい、ちょっとね、若干の審議はあるんですが、審議というかそのうんって思うところはあるんですが、まあまあ逆にその消去法で、もうこれしか考えられない、他のはおそらくないだろうな。もうもしこれで外れたらもう土下座します。土下座する、土下座する、平謝りですよ。俺もな、もう申し訳ない。じゃあ答え発表いきましょう。はい、じゃあ回答をいただいてますので、はい、3番が、あ、社長大正解です。あ、で、5番がマユザン。よし、当たる。ちなみにじゃあヤング順番に行きますけど、はい、一番最初1番で、はい、何やってましたっけ。ラーメンとか。あ、ガトー、これがね、マイレです。あれ、これマイレじゃないってことね。これ、どう、このアロマソン。それでマイレちゃん違うって言うてたけど、やっぱマイレちゃんごめんねってちゃんと言うたけどやな。マイレちゃんごめんなさい、すいません、ごめんなさい、すいません、すいません。やっぱ一人暮らし用かな、この作る。これ1番がマイです。で、2番がチーです。だから、あ、大正解でしたね。当たってるやん、はい、これこのあの第一章、そう、これ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 チーです。ジャンボー言うてたやん、誰がソラって。それで僕がその悩んだのがソラでした。この綿棒とか、うん、だからこの、そうです、そうです、ルームソックス。お、そうなんです。俺すごいやん、こんな心の分かる男。おかしい、もう多分一緒にいてる時間なんですけど。そうやな。俺初当たりやわ。もう何に関してもやけど、今回完璧でした。完璧、完璧でした。すごい、ごめん、マリちゃんだけごめんなさい。いやいや、でもよかった、よかった。
ったこれはハズさんでよかったね。よかったです、ほんまによかったですというわけで、2人とも見事大正解というわけで、やったー、一安心買いました、買えた買えた買いましたというわけで、お買い物チャレンジ大成功ということで、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、というわけで以上で